はい、皆さんどうもこんにちは、チャンフィです。ということで今回はですね、ローファット中に食べる低脂質ハンバーガーを作りたいと思います。それでは作っていきます。おキャベツ、玉ねぎ、トマト、チーズ、鶏胸、エッグ、ベーコン。はい、それじゃあね、まず最初にこの鶏胸エッグ、面白い鶏胸肉をねカットしていきたいと思うんですけど、ハンバーガー用なんで、もちろんねハンバーガーの上に乗せるように薄くできるだけ丸の形でカットしていきたいと思います。このトレイちょっと使いたいんで、鶏胸はね皮を剥ぎますよ。ローファットには必ずないんでこれは切り方は自由でしょう。できるだけ丸のね形で切りたいんで、完璧じゃないですかこれ。いいんだからね、もっと笑って。これぐらいの厚さの方が食べ応えがあっていいと思います。とりあえず今日3つぐらい作るから、じゃあこれをもうちょっと切れ込み入れときますね。一応塩が馴染むのと、あと食べやすいように、これやっとくと料理できるやつみたいな感じに思われるんで。 OK、 3つできました。なんだっけ、パティだっけ、ペティだっけ、何か肉のことなんだっけな、パティ、バンズじゃない、バンズ、これだ、バンズはパンだな、ペティペティでいきましょう。じゃあペティで、はい、このペティをバンズに挟み込みたいんですけど、バンズが半分に切るのと、もう全部輪切り、キャベツがちょっと細かく千切り寄りな感じで切って、切ることは終わりです。じゃあとりあえずね、玉ねぎ切っていきたいと思います。これもう剥いてあるんで、どう切ろうかな、え、どっちだっけこれ、こう、こうか、こうか、玉ねぎの方向わかんないけど、やばい、これ玉ねぎこれ1個しかないのにやばいっすよこれ。料理下手くそだっていうことがバレてしまう。視聴者の皆さん、指切らないように気をつけてください。じゃあみじん切りにしていきたいと思います。ポイントはみじん切り。ポイントはみじん切りですね。今回みじん切りになっちゃったんで、水敷いてちょっとおしゃれにしたかったんだけど、火をかけておきましょう。強火で OK。 トマトはこれ怖いな、またやっちゃうな、これこっちから切りゃいいんだ、なんで俺さっき中央から確かにちょっと怖いんで分厚めに OK でしょ。キャベツですね、1枚剥いて、マッスルクッキングだからね、多少剥き要素ちょっと待って、分厚くね結局ね、筋トレもそうなんですけど、はい、怪我しなきゃいいんで、はい、いくらね下手くそな量ができてもこれ怪我しなきゃいいんですよ最終的に。あいだっていうのは冗談で、さあこんな感じでうまく切れたところで全然切れて全然切れてないけど、まあいいんですよ。あとね、バンズこれ冷凍されてるんで、多分比較的切りやすいと思います。これ見てる人怖いよな、きっと。うん、こうした方がいいよ。っていうかね、もっとでかい包丁を使ってことですよ。あんのかい。まあちょっと潰れたけどいいでしょう。つまみ食いすんなよ。これはね、業務スーパーに売られてるプレーンベーグル、これね1個あたり脂質 1.0 です。探したんだよね、ずっとパンが食べたくて。パンって結構脂質がどれも含まれてて、こんな感じでいいかな。飴色ではないんだけど、多少食感今回残したいんでいいと思います。水気を取ってあげる。塩コショウ、こちらを完成。はい、ということでね、もうあとは焼いていくだけなんですけど、玉ねぎに関してはね、これソースに使いたいと思います。それでは焼いていくぞで、まずねバンズを焼いていきたいんですけど、オーブントースターがないんで、グリルのね中でちょっと焼いていきます。こんな感じでいいかな。何分ぐらいですか。まあこれでやるなら5分ぐらい。蓋開けた状態で5分ですね。トースターでもそうだし、このグリルでもそうだけど、まあ、焦げないようにね確認しながらやった方がいいと思う。そしたら鶏を焼いていきたいんですけど、水を引いてあげて、すごいよね、水で焼くっていう。まあ茹でだよね、茹で。まあこの鶏にもね塩コショウ、ちゃんとソース作るんで下味程度で、こっちにも水引いてソース作っていきたいと思います。
デミグラスだね。あ、まあ、まあいいや。なんですか。ニンニクです。こっち今ニンニク敷いて玉ねぎを戻しました。ソース。ソースとケチャップ入れます。1対1。ちょっとベチャっとしてるんで日付が飛ぶまで。そしたら見てください。ふっくらしていきましょう。これこれ。ひっくり返す。ちょっと近くに。わあ。まあまあまあギリ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 よギリギリ。危ない。確認しましょうね。ちゃんとね。ギリアウトじゃないですか。いや、ほら、まだ大丈夫でしょ。柔らかい柔らかい。やばい。いろいろ同時にやりすぎました。皆さんは一個ずつやりましょう。そしたら肉はオッケー。いや、いい匂いしますね。こうドロッとしてきて、水分も飛んできて。オッケー。完成です。デミグラスソース。普通すぎ。はあ。卵だ。そしたらね、一個忘れてた。最後にこのね、マッチョには重要な卵ですね。こちらを、これもね、水。あの油を敷かずに水で焼く目玉焼き、ぜひとも参考にしてほしいんですけど、火はね、これコツが超強火。だんだんこう周りがプクプクしてくるんで、蓋をするめちゃめちゃ気をつけたいのが、あの吹きこぼれがあるんだよね。蓋しちゃうと吹き出しそうになったら蓋開ける感じかな。で、油敷かないとくっついちゃうんじゃないかっていう問題があるんだけど、これね問題ないです。吹きこぼれそうになったタイミングでもうちょっと頑張って、よし止める。そしたら完璧のべき、マッスル完璧。なんで照れてんだよ。もうわかんない。じゃあいい感じに焼けたパンにカッテージチーズ、こちらもねローファットではめちゃめちゃおすすめの食材で、 100g あたりの脂質が 2.8 から 5.9、 超低いチーズだよね。これをまあこんぐらい取って、で脂質気になる人はもちろん量減らしてもらって OK。 濡れたら、おいアップすな。綺麗なこの形のトマトを、焼かなくてもいいです。でもね、あの焼くと甘みが増すんで、肉いっちゃいましょう。いきます。ほらめっちゃ綺麗に焼けるんですよ。これでさらにすごいところっていうのが、結構ほら綺麗に取れる。焦げついて下の方で黄身が割れるってことがないんで。たらこれですね、これマヨネーズです。これ一応低脂質のやつなんで、まあ使った方がもちろん美味しい。なんで自分は気持ち少なめでこんなもんで。そうっす。で、キャベツ、バンズで蓋をする。完成でーす。完成です。テレテン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 。はい、じゃあね食べていきたいと思うんですけど。これ飲んでないんで僕は。まあでもね、これ別に飲んでも問題ないですね。あの脂質入ってないんで。じゃあいただきたいと思います。ローファットバーガー、いただきます。うん、うまい。うまい。うまいね。マジでうまい。ソースうまいね。これやばくない、低脂質って。やばい。そう、うまい。これ食ってもさ痩せるんだからね。今朝測ったら 83.7kg になってました。 10kg 減量成功。これすごくない？こんなんばっか食ってても痩せるんだよ。これこれあれね、あの銀紙とかで包んで食べた方が食べやすいかも。もうビッグマックと同じような感覚。ごちそうさまでした。ということで今回ローファットハンバーガー作ったんですけど、ちょっとね手間はかかるかもしれない。だけどあのパンが食えるっていうメリットと、あとね何せようまいんで、ぜひやってみてください。ということで今回この動画面白いと思ったら高評価チャンネル登録どこでお願いします。それでは See you next time。